改めまして、中央システム社長の山本です。まあ、数百万もある会社の中でですね、当社を選んでいただいて本当にありがとうございます。皆さんにはですね、将来、有望な社員を、迎えることができて本当に嬉しいです。心より歓迎いたします。それとですね、まずですね、この中途半端なこの格好をお詫びします。大変申し訳ありません。まあ、お知らせはしましたけど、2月の初旬に手術をしまして、こういう装具をつけているのでスーツのズボンが履けませんということで、許してください。で、あとですね、まあ、こういう晴れやかな席にふさわしい話題ではないなと思いながらも、ちょっとその手術の話をしますが、もともと私膝が悪くて、なんだ、どういう手術かっていうと、これ以上悪化させないための手術ね。ほっとくとどんどん悪化する症状だったので、で、それはなんでそういう手術をしたかというと、まあ、まだまだですね、社会のため、会社のため、社員の皆さんのために頑張りたいと思っているからです。で、今どうかっていうと、今日現在は手術前よりも不自由です。で、あと治療の、先々週末に退院したのかな、治療の影響で体調は万全とは言い難いです。で、毎日リハビリしてますけど、本当に手術前より良くなるのかなという不安な毎日です。で、今日の本日の皆さんはですね、もちろんその明るい希望にが大半ですが、一方で不安もあるかと思います。どうですか？そうでもない ですが、皆さんね、今日こうやって全員ちゃんと約束通りに集まって、つまり一歩前に進んだってことですね。これをですね、勇気と言います。もう一度言います。勇気と言います。とにかく今日のですね、本日の皆さんのこの勇気をどうかなくさないでください。そして、我々がその勇気を全力でバックアップします。頑張ってくださいね。期待しています。以上です。新入社員の皆さんはご起立ください。膝が痛いんで短めにしました。で、はい、頑張りましょう。はい、以上です。山本社長、ありがとうございました。